スイスメトロの路線スイスメトロはかつてスイスで構想されていた国家プロジェクトである。磁気浮上式鉄道が部分的に減圧されたトンネル内を約時速 500km で走行する計画で完成すればスイスの主要都市間の移動時間を飛躍的に短縮できる予定だった。一例としてベルン中立ヒ間は現行の60分から12分に短縮される予定だった。 スイス連邦工科大学で実用化に向けた研究が行われていた。スイスメトロは地下に埋設され、部分的に真空に減圧されたトンネル内を磁気浮上式鉄道が走行する計画だった。地下のトンネル内を走行するため、景観の破壊や騒音、振動等の環境への影響を最小限に止めることが可能である。進行方向別に分離された直径、 約2メートルのトンネル内は部分的に真空に減圧される。それにより空気抵抗をなくし空気抵抗に起因するエネルギーの消費を抑えることが可能である。スイスメトロの車両の駆動は非接触のリニアモーターである。磁気浮上と案内システムにより地下を時速500キロメートル以上の速度で摩擦なしに浮上して走行する。チューリッヒベルン間の平均速度は 時速 522km が予定された。最も重要な路線は、東西のジュネーブローザンヌベルン・チューリッヒ、ザンクト・ガレンである。技術的、経済的理由により、バーゼルとチューリッヒ間が計画の先行区間として計画された。さらに、チューリッヒとバーゼルの空港への延伸が計画された。ユーロメトロのシステムが、スイスメトロに延伸して、 欧州鉄道網にすることも考慮された。第一段階ではメトロをスイスに延伸して、西部のリヨンと東部のミュンヘンの接続に関心が寄せられた。さらに長距離のためにユーロメトロは航空旅行を代替することを予定した。2009年、計画を推進していたスイスメトロ AG は資金不足により生産された。 http://www.swissmetro.chslashdeslashprojetslashdtoils,technic,hat energy,untumwelvillonsigner-eurometro,fh, ブルクドルフ hat スイスメトロ ,houtstudy-surassbrickto-nee-vay1999. ありがとうございます。<Bond> <話>